皆さんこんばんは。いきなり暴れてるチョコを映してます。小川動物王国です。餌食ったり、あの輪っかで遊んだり飛び跳ねたり、忙しいお猿さんですね。このお猿さんはね、今遊んでたらね、噛まれてこんなになっちゃいました。まあまあ軽い方ですけど、ふざけてね遊んでるだけなんですけど、ね、やっぱりねちょっと歯が鋭いですね、この剣士がね。その歯でこの餌を噛み砕いてますね今ね。なかなか強烈ですよ牙はね。上に登るときはこの毛布を必ず、ね、肌身離さず。うちに来たときからね、何かしらこう毛布は持ってないとダメなんですよね。最初に持ってきた毛布はさすがにねもう汚くなっちゃって、もう変えたんですけど、もうこれもいよいよ汚いですね。何を見てますか。ちょか。それを外そうとするかな。そう簡単には外れねえぞ。それはもう二重三重のコブにしてありますからね。これ剥がしてくるとなるとなかなか、もうねこういう留め具があるんですけど、こういうのもこの子外してっちゃうんですよ。やばくないですかこのおたるさん。ねえ。何か見てください、もうこんなかじるからねボロボロ。これまだ買ってね間もないんすよ、ね、前もボロボロになったんで新しく変えて、これ1ヶ月ぐらいか、また買ってこないとね。消耗品のこの消耗度が激しいっす。今頭打ったでしょ。ちょっとねえ、ちょっと間抜けのお猿さんですね。向こうにね餌が置いてあるからすげえ気にしてるんですよ。でもちゃんと決まった時間に食べないとな、チョコな。ダメだよな、規則正しくな。何をしてますか。なんか花輪みたいになってる。でかい。ね、すっかりお気に入りなんですよこの輪っか。ね。もう最初に入れた時からもう本当肌、これも肌身離さずですね。肌身離さずって言ったら離したか。離さない。
話しちゃダメじゃん。ちょこ。今日こんな感じでね、草を巻き猿のチョコちゃんの日常というか遊んでるところをまた動画でアップしてみました。皆さんぜひね、チャンネル高評価、コメント、ご登録よろしくお願いします。またねー。さよなら。バイバーイ。